はい、じゃあよろしくお願いします。今回は小学校5年生の算数小数の掛け算丸に文章題についてお送りします。で、前回ね、小数の掛け算の計算のやり方をね、みんなには覚えてもらったので、今回は文章題いきます。で、まあ、問題が見ての通り4問ね、4つありますので、先に言うといつも通り掛け算だからって掛け算っていうわけではないですね。そこ注意してやってみてね。で、できそうな子は動画を止めてぜひチャレンジしてみてください。で、俺の方はね、早速1番から説明始めていきますので、いや、ちょっとわからないぞと思う子はね、ぜひ一度見てもらえたらと思います。いいかな。それじゃ早速始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。まず1番からね、問題読んでいくんで聞いててください。いくよ。1メートルの重さが 3.12kg のパイプがあるね。で、このパイプ 2.4 メートルの重さは何 kg かなっていう問題ですね。で、この問題ね、こういうタイプの問題ね、特に1メートルって言って1ほにゃららの数が書いてあるとき、今1メートルが 3.12kg なんだよね。1が書いてあるときっていうのは単位並べをすると結構解きやすくなります。で、単位並べって何かっていうと、今からちょっと色ね、2本使ってやるんだけど、みんなは鉛筆1個でいいからね。こういう問題見てみると、だいたい単位が2個あります。見ててね。メートルでしょ。で、ここもメートルあるね。で、キログラムで、答えのところの何キログラムっていい感じに2個ずつあるんだよ。なので単位並べでメートルっていうのとキログラムを使ってるのでね、2個並べるじゃんか。そしてこの後何するかっていうと、1メートルの重さが 3.12kg ってことは、この1とこの 3.12 はセットなんだよ。一緒に使うべき。で、メートルが1なんで、1メートルの時に隣に 3.12 と書きます。で、もう一個、じゃあ 2.4 メートルの時が何キログラムってなってるので、メートルだよね、下に 2.4 メートルだからね。で、最後答えわからないところは四角とかハテナにしてください。こういう感じで4ついい感じに並べます。いいね。で、最後に何をするか。ここの問題の目的はこの四角の部分を出すことじゃんか。だから四角を出すために 3.12 から四角に向かって矢印を出します。いいね。こうやって四角に向かって出すんだよ。で、同じように反対側も矢印を出します。いいかい。そしてここがポイント。今1から 2.4 にブワーンって飛んでるじゃないですか。じゃあ1から 2.4 にするには何かをかけたり何かを割ったりすればいいか、それを考えます。ここ足し算引き算ダメね。掛け算か割り算です。で、まあこれはシンプルにいきましょう。1にそのままだよね。 2.4 をかければ 2.4 になるじゃんか。だから同じことをしなきゃいけないんで、こっちも 2.4 をします。いいね。単位並べをして四角に向かって矢印を飛ばします。同じようにね。で、かける 2.4 してるって分かったから、こっちもかける 2.4。 つまり式は 3.12 かける 2.4 って、こういう風になります。で、ちょっとね、書くとこないんで下でごめんなさい。で、さっき計算したら、これがね 7.488 で、単位キログラムなんで、ここでごめんね、答えね、キログラムって、よいしょ、こういう風にやってください。もちろんね、こんな単位並べをしなくても解ける子はいいんだよ、やんなくて大丈夫だからね。ただ、掛け算か割り算かわからんって思う子はね、ぜひちょっと参考にやってみてください。単位並べです。いいね。じゃあ次行きましょう。エミちゃんの体重が 32.5kg ね、俺からすればめっちゃ軽いっすね。で、お兄ちゃんの体重ね、エミちゃんのお兄ちゃんね、お兄ちゃんの体重はエミちゃんの 1.6 倍です。いい。で、お兄ちゃんの体重は何キログラムかなってなってる。いいね。で、こういう倍が入ってる問題の時は、
ちょっと見てね。今お兄ちゃんの体重はエミちゃんの 1.6 倍なんだよ。でここの文章のこの部分とこの部分、いい？お兄ちゃんの体重とエミちゃんの体重だよね、のどっちかの数字が絶対に書いてある、問題の中に。で今回はここにエミちゃんの体重は 32.5 って書いてあるじゃんか。だからエミちゃんの部分に上から 32… 今日汚くてごめんね。 32.5 って書いてあげます。そうするとちょっと見にくくてごめんな、消しちゃうから。もう一回書くね。失礼。よいしょ。エミちゃんの部分を 32.5 に変えちゃいます。で、お兄ちゃんの体重聞かれてるからここハテナなんだよね、お兄ちゃんの体重が。つまりお兄ちゃんの体重は 32.5kg の 1.6 倍だろ。いいね。で、こういうふうにほにゃららのほにゃらら倍ってなった時、絶対に掛け算使ってください。いいね。ほにゃららのほにゃらら倍です。つまりここの数字を掛け算するから 32.5 かける1.6 になります。ここ筆算入りそうだね。ちょっとやってみようか。 32.5 かける1.6、 6536212。ちょっと待っててね、やるから。果たしてこれギリ入る ?00 小数点ね、1と2だから1、2でここになるね。シャッシャッって消して、お、ぴったり52か。つまり52だから答え52kgだね。っていう感じでやってください。いいね。このほにゃららのほにゃらら場合は掛け算っていうのを絶対覚える。この後いっぱい使うからね。では3番いきましょう。白のリボンが 12m あって、赤のリボンが 5m です。では白のリボンは赤のリボンの何倍かなって聞かれてます。いいね。また倍の問題なんだけどちょっと違う。いい？で今回もぜひ数字当てはめちゃいます。今、白のリボンってとこと赤のリボンの何倍って書いてあるでしょ。で、白のリボンが12なので、ちょっと見えるでしょうか。ここに12って書きます。いい？みんなも鉛筆で上から書くといいよ。12、赤のリボンが5だから5って書きます。そうすると問題が12は5の何倍って変わるでしょ。で何倍って聞かれたら絶対に割り算使います。今度これは覚えていこう。いいね。何倍なのって聞かれたら割り算です。で12は5の何倍って聞かれたらこのまんま割り算使います。12÷5 って。いいね。なので12÷1色でいっか、5。これね、みんな筆算やってください。そうすると 2.4、 ここに書いてなっちゃった。なので2.4 倍と、こういう風になります。いいかな。さあ、来ました、4番です。この動画の確実にボスになります、こいつは。なんだけどよく出てくるテストでね。じゃあ行きましょう。ちょっとさ、問題長いのとおっちょこちょいな子が作った問題なのでよく聞いててね、行くよ。 3.4 って数字があるよね。これにある数をかけるのを間違えてその数を足しちゃったんだよ、この子。そしたら答えが 9.2 になっちゃいましたね。間違って足しちゃったんだって。じゃあこの掛け算の正しい答えは何でしょうって聞かれてます。これどういうことかっていうと、もともと 3.4 にかけたかったの、ある数を。まあ分かんないんだ、このある数がね。そして間違って足しちゃったんで 9.2 になっちゃったと。じゃあ本当はこれに 3.4 にある数かけるはずだったでしょ。そのかけた正しい答えは何っていうのが出す問題です。いいね。ちょっとめんどくさいでしょ。ではまず何をするかっていうと、
このある数、ここね、これがわからないとさ、掛け算できないじゃんか。だからこのある数、こいつは何を間違って足したのかっていう、そこを出しに行きます。で、これが超簡単、ここが超えれば平気です。いくよ。 3.4 にさ、そのある数をね、足しちゃったんだよ。足しちゃったら 9.2 になったんでしょ。もう一回言うよ。 3.4 にある数足したら 9.2 になっちゃったの。じゃあある数はって言ったら、足す前に戻せばいいんだから、 9.2-3.4 をやります。いいね。ここさ、あんまりピンとこない子いると思うんだよ。え、何普通に引き算やってんのって思っちゃったら、これさ、普通の数字に変えようか。例えば 3.4 を、じゃあね、どうしようかな、5にしようかな。5で、ここの答えをじゃあ12とかにしてみるよ。同じように読むからよく聞いてね。5にある数を足しちゃったら12になっちゃいました。もう一回言うよ。5にある数を足したら12になっちゃったんだよ。あ、いくつ足したって言ったら、みんな7って言うんだよ、絶対に。だって12-5じゃんって。それと同じです。いいね。小数になってもやることは一緒なので、ただ単に引き算やってください。で、まあこれね、普通に引き算やってもらって、これ 5.8 だね。で、まだこれ答えじゃないからね。これは今その、ま、足しちゃったある数を出しただけなんだよ、これはね。で、この後に掛け算の正しい答えだから、普通に 3.4 かける、ね、5.8 をやってください。そうすると、あ、一応引き算やろうかな、これもね、最後だし。かける5.8、32の8、3、24で27、えい。で、小数点2個だから、ここか、 19.72 なので、答え、こういう感じになります。いいかな。このね、ある数の問題はおそらくみんなが使ってる計度、計算ドリルね、載ってるはずなので、ぜひね、チャレンジしてみてください。いいかな。それじゃあ、今回はね、小学校5年生の算数、小数の掛け算2、文章題についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、終わるかと思いきや、もう一本あります。あのね、次がですね、掛け算3の工夫になります。で、工夫についてはもうね、どういうこう書くかは決めてるんだけど、ちょっと入らない可能性があるので、入らなかったらね、ごめんなさい、4まで続くと思うんですが、ちょっとそれは書いてみてからのお楽しみということでね、よろしくお願いします。それじゃあ、今回はね、これで終わります。以上です。ありがとうございました。